麦わらワインは、香り豊かなシロップのようなワイン。世界中の多くのブドウ園で、収穫されたブドウをパスリアージュすることで作られる。ギリシャのタソス島のワインは、星ブドウのワイン、または、甘いワインであり、ビンテージワインとみなされていた。これは古代。パスリアージュ、ワイヤーからぶら下がっているラックの上のブドウの、パスリアージュ、麦わらワインは、長期保管に向いたワインである。 10年以上保管することができる。麦わらワインは、口の中に、香りが長い間広がるように、摂氏5度から摂氏8度という冷たい温度で、提供される。また、少し冷やして食前酒、アントレ、デザートまたは、食後酒としても飲まれる。収穫が始まると、最も美しいブドウが、麦わらワインに選ばれます。ジュラノブドウ園では、3種のブドウが栽培されます。 サバニャン、シャルドネ、または、プルサールがあります。その後、選び抜かれたブドウは、パスリアージュの対象となります。つまり、ブドウの房は、伝統的な方法でラックで乾燥されます。ブドウは、プレスの前に、通常は敷き詰められた藁の上、もしくは、ブドウの木の枝の上で、法的には、最低6週間必要であるものの、3から5ヶ月間乾燥されます。 この乾燥過程で、ブドウから水分が抜けて糖分が濃縮されます。今、主流な手法として、ブドウはワイヤーから吊り下げられるか、乾燥した、換気のされた、暖かくない部屋、納屋や屋根裏部屋で、小さな穴の開いた木製、または、プラスチックの箱の中で乾燥されます。今でも本物の藁を使用している生産者は、 珍しいです。勇気藁を見つけなければいけないし、乾燥期間の終わりには、藁の中から、ぶどうの房を手で分けます。これは、忍耐が必要なな作業です。以下からの逸話わワインフラビニーアレシアで、ブルゴーニュ、フランシュコンテ地域圏クリスマスから2月にかけて、必要なレベルと、ぶどうの中の糖度が必要な濃度に達すると、 まずブドウは除光され、その後、ブドウは小さなプレス機で慎重にプレスされます。乾燥したブドウ 100kg から20リットルしか果汁が取れないため、少しも無駄にしないよう気をつけて作業されます。麦わらのブドウの圧搾は他のワインの2倍の時間をかけます。圧搾されたブドウ果汁は糖度が高く1リットルあたり 300g 以上のことも多いです。 ワインはそれらは、大桶で、年によって14度から18.5度のアルコール度数に到達するまで、自然にゆっくりと発酵します。その後、果汁は、大桶から引き出され、小さなオークソンで3年間熟成されます。毎年1月下旬、コンテ地方のアーリーで、コマンドリーデバンドゥジュラエコンテは、麦わらぶどうの圧作を祝うバッカス祭を催します。 ローブは色を、マホガニー、琥珀色、または強めのイエローゴールドです。アロマは非常に強く、ドライフルーツ、砂糖漬けの果物、マルメロ、梅、プルーン、蜂蜜、キャラメル、砂糖漬けのオレンジ、エキゾチックな果物、パイナップル、デーツ、お茶、イチジク、ブドウ、梨、スパイス、サンザシの香りがします。これらのワインのアロマとフレーバーは、 その産地だけでなく、使用される葡萄の品種や、各ワインメーカー、またはメートルドシェのワイン製造技術や、醸造手法によっても異なります。中でも、タンレルミタージュのセラーは、1985年以来、麦わらワインを醸造してきました。麦わらワインの原料となる白葡萄の品種は、キセキ層を伴う加工岩土壌のマルサンヌビーと、ルーサンヌビーで構成され、 ブドウの木はテラスに配置され、ブドウ園は非常に小さい。このような狭い地域では、ジュラの生産に比べて、生産について、機密扱いになります。ブドウは、マルサンヌのブドウの木の古い区画から収穫されており、そのうちの一つは1世紀以上前のものです。そこでは、脱水に強く、厚い皮を持つ、小さなブドウが定期的に産出されます。 ブドウは完全に成熟し、天候が許せばさらに多く収穫されます。各棒は損傷した穀物を一つずつ洗浄し、木枠に慎重に保管します。棒同士の接触を防ぐため、一箱あたり 2kg を超えるブドウは保管していません。地元のパスリアージュへの輸送は、ブドウを損傷する可能性のある振動を避けるために、 サスペンションを装備した車両で気をつけて行われます。状態の良く完全に乾燥したブドウの収穫が義務付けられているため、収穫が難しい場合、麦わらワインは生産されません。ワインは2年間熟成された後、50CL のボトルに入れられます。クーベージャビール、または、ボーモントジュ、ベントゥセラーから、ボーモンインデュヴントゥのセラーのキューベビエワーは、2000年に、 初めて醸造された。プロバンスの伝統では、最も綺麗なブドウを乾燥させて13のクリスマスデザートに入れる。しかし、ワインブドウ生産者は乾燥ブドウを醸造することによってこの伝統を変えた。秋に収穫されたグルナッシュビーよびクレレットビーは、木枠に入れられ、解放された屋根裏部屋など、ミストラルがよく通過する場所に置かれて乾燥させる。それは、 ガイウスプリニウスセクンデスの時代にすでに知られている手法である。大部分の水分を失って糖度の高まったブドウを12月末に圧搾され数ヶ月に熟成後した後瓶詰めされるこの琥珀色のワインは5セ氏シ8度で冷やして提供されるが氷とともには提供されない。バニラのアロマティックな香りとともにマラスキーノや熟したサクランボの香りを放つ。 伝統的に、冬には13種類のクリスマスデザート、フォアグラ、砂糖漬けのフルーツデザート、ドライケーキと一緒に飲むことが望ましい食前酒である。夏には、アイスクリームやシャーベット、マスクメロンが添えられる。コレーズの麦わらワイン。ローマ人によって作成され、622年に、聖エロイによって、ダゴベルト王に持ち帰られた。伝統的に、ビンパイと呼ばれる。 このワインの名前は、ミエル・デミューゼスとも呼ばれる。この名称は1715年にまで遡る。ボウリューシュルドルドーニュの古い大学のファサードには、次のように刻まれている。あなたは、女神の蜂蜜を探してますかここで立ち止まって飲んでください。どのような蜂蜜よりも甘い蜜を、たっぷりと差し上げます。今では、 それは12度から13度の琥珀色のシロップのような飲み物である。その生産はアペラシオニを得るために正確な決まりに従わなくてはならない。麦わらワイン、故障委員会によって検証された。これはイグップコレーズとオ奥コレーズの一部であり、ビンディ・ペイルを取り扱う委員会である。これらのワインはカベルネ・フラン・エヌ、カベルネ・ソー・ビニョン・エヌ、シャルドネ・ビー、メルロ、N ・エヌ、 ソービニオン B のブドウから作られている。これらのワインには残留糖分が多く含まれている。彼らのドレスは古い金色から琥珀色の色調を表している。それらは熟しすぎた果物の濃度、乾燥したまたは砂糖付けの果物の香りによって特徴付けられる。非常に強力でわずかなランシオが香る。味わいはソフトなアタック活気があり。 長く続く。コレーズの麦わらワインは、ドルドーニュ渓谷の斜面にある、ボーリューシュルドルドーニュ州とメサックで、年間1万4000ボトルで生産されている。18人の農民がそれを醸造し、共同組合構造のない彼らの農場で自宅で販売している。彼らは組合に集まっている。ボトルは、一般的なパッケージの恩恵を受けており、一部の ワイン生産者は販売代理店を通じて、デリカテッセン、セラー、レストランにボトルを納品している。ケサックのプロデューサーであるジャンゴベールは、私たちは、ワインを魅力的に見せ、オリジナルのギフトにするために、解説用の小冊子を添えた赤と白の2本のボトルを、箱に詰めました。と説明した。食前酒として飲まれるが、フォアグラやデザートの添え物として、アプリコット。 スパイス、オレンジピールを思い起こさせる。太陽の下で、スレートの上で乾燥させる技術は、常に脚光を浴びている。ボン・ガーラン、ビニ・アム・ホルズ・デ・ソソス、エディション・デール、エコール・フランセーズ・ディ・アーテン、コル、サイツイ・モニュメンツ、ジャンビエ1988、レガイド・ビーンズ・ジュジュラ、レ・コンセ・レジャのフランシュ・コンテ、コント・イ・ジュラ。2012、 P15 ハットエビイラキューベビエオアハットオクコレズビンデパイユ i n a o g o u v f r h t t p、ww. w w w i n a o g o v f r エスパスプレッセリコネッサンスでビンズ D オクコレズ2017年5月25日閲覧ありがとうございます。